カルの私キャナコで2人で始めたバンドがフルフルでして、いろいろサポートなどを経て、ギターの辻香穂とそしてベースの綾乃ちゃんが、メンバーになり現在の4人体制になってガールズバンドとして活動している感じになります。バンド名は、フランス語でフルール・ド・フルールという言葉があって、その意味が日本語で言うと花中の花みたいな意味を持っていて、そのフルール・ド・フルールから作った造語でフルフルっていう名前になってます。フルフルで面白い動画はでも常にハマってる気がする。あ、見るだね。あ、動画系結構見てるもんね。面白い動画とか、辻ちゃんめっちゃさ可愛い子の動画めっちゃ見るよね、はい、小さい赤ちゃんの動画を見て癒されてますシェアしてくるもんね。可愛い面白いの。私お笑い芸人のインスタの動画をいつも見てます、うんうん、なんかハマってる？なんか、うん、そういう系で言うと、うん、なんか身近な人あるあるみたいな、あネタの動画を見るのが好きで、面白い系ね。そうそうそう、なんかこうこういう時に絶対こうあるあるって言いたくなるなんて言ったらいいのか分かんないけど、うん、もう全然なんかそういう人本当に見たことはないけど、うん、なんか合コンに必ずいる女みたいなのからなんかそういう話題のネタを見るのがすごい、うん、面白いね、うん、あるあるネタね、うん、そうあるあるネタ見るの好きか、うん、あの動画系か全然関係ないのでもいいよ。本当全然関係、うん、え、なんだっけ、ゆで卵好き。そうやそうや、やっぱりちょっと今ゆで卵でも最近ゆで卵でも毎日マジ食べてるんだけど、タンパク質素晴らしい栄養素の塊なんですよ、本当に。これはおすすめたい。ゆで卵おすすめたい。卵食べてれば痩せると思ってる。うん、そう。でも最近健康的よ。欲しいもんにハマってる。欲しいもんなんだ。ライブ前欲しいも食べると全然違う、なんか。なんで？パワーもつくし、なんか結構消化するし、食物繊維豊富だからめちゃくちゃ。まあ、これ話したらちょっと止まんなくなるから。栄養学にハマってます。栄養学。栄養ね。欲しいもめっちゃおすすめ。おすすめです。以上です。はい、なんだろう。なんだろうね。欲しいもの。欲しいもの。はい。あるんじゃない？なんだろうね、新しいベース、あら、あ機材がね、はい、わかるな、新しいベース、あーそうですね、でもね、確かにリアルだね、うん、本当に、うん、もう何でも叶えてくれるサンタさんがいるんだったら、うん、はい、機材車が欲しいかな、あリアルリアルリアル、欲しいね、バンドとしてね、そうバンドとしてクリスマス確かに、はい、それはもう4つの届け全部回りますから、うん、確かに、よろしくお願いします。機材車ではということで47回ります。カメの、うん、そうね、うん、めちゃくちゃ欲しいわ、ね、欲しい、うん、もう全部満場一致でみんな欲しいクリスマスプレゼント、はい、欲しいかもしれない。機材車サンタさん、機材車欲しいね。運転手もつけてください。確かにサンタさんが運転してくれ、サンタさんが、ああいいね、サンタさんが欲しい。それはちょっと違うな。ドラえもんに次元ポケット欲しいって言ってたんですよね。ドラえもんが欲しい。そんな感じです。はい、バンドとしてフルフル、はい、BIVE AS ONE 2021フルレゾンっていうあのタイトルがついてるんですけれども、なんていうのかな、 Be Live As One っていう言葉には、なんだろう、私たちのこうライブイコールもうなんか全もうなんていうの、ステージもフロアも全部一体となってるよみたいな、いうなんかそれで初めて一つのライブになるんだよみたいな、いう意味合いがこもってるかなっていうふうに私の中では思っていて、なんだろうね、やっぱりこうツアーを通してなんか改めて各地でいろいろライブを重ねてきた中で、あの本当にこうライブってこう私たちだけがやってるものじゃなくって、あのフロアで、お客さんが見てくれててとか、
それこそライブハウスのスタッフさんがこういろいろ裏で動いてくれたりとか、なんか本当にいろんなものが重なって一つのライブが成り立つんだなっていう風なことを改めて実感したので、なんかそういうものがなんかそういう中にこう感謝も込めて、その当日はみんなにいろんなことを伝えられていけたらいいなっていう風に思ってます。私的には、大阪で初めてワンマンライブをさせていただいて、東京以外でのワンマンライブって初めてだったんですね。で、そのワンマンライブやった箱が、ちょっと個人的な話になっちゃって申し訳ないんですけど、私とみもりんが2人で、やってた時代で、大阪で初めてライブハウスに、出演させていただいたライブハウスでワンマンライブができたっていうのがすごくなんか心に残るものがあって、だからなんか私的には結構そのライブが印象深いかなっていうふうに思います。良かったよね。ね、エモい気持ちになったよな、やっぱな。確かに、すごい。そう、1時間ほどか。私は結構お客さんに何か発表ものを見せられたライブで、うん、そうですね、がすごいやっぱり印象に残ってて、8月の1日に、初の MV が出せた公演と、8月の24日に初のシングルを出せた公演が、特に全部すごい印象に残ってるんですけど、特に印象に残りました。なんかこう自分が何かよく頑張ったっていうよりは、お客さんがそれを見て、あ、おめでとうって言ってくれてる顔が、ね、喜んでくれてね、もうすごい、もう忘れられません。だからね、特に印象に残ったのはその2つです。どうですか、うん、あ、私はやっぱりこう仲間と一緒にやるライブっていうのは私は結構印象に残ってて、例えば9月の、スリーマン、ガールズバンドのスリーマンをやったんですけれども、そこでまた別なジャンルのお客さんとすごく触れ合う機会があったし、あとはもう名古屋とかも大阪とかも対バンだったんですけど、もう数多いアーティストさんと一緒にやることができたので、その新しい仲間とも出会えたし、新しいお客さんとも出会えたし、そのみんなにおめでとうとか、そのフルフル、CD 出したんだねとか言ってくれたのがすごい印象に残ってますね。うん、ね、はい、友達増えましたね。友達増えたし、友達だった人たちとはめっちゃ仲良くなれたなっていう印象があるかな。友達だった人と仲良くなれた、さらに仲良くなれたみたいな意味としても、9月の26日に、アイマリズムでやらせていただいた Be Live As One シリーズのこうおこがましいけど私の誕生日イベントみたいな、ミモリズムってやつやらせていただいたんですけど、その時にこうなんかいつもこうお世話になってる台湾のアーティストさんのやつをこうお昼に私が全部叩かせていただいて、いつもねサポートとかさせていただいてるバンドさんを呼んでね、呼んでイモリンが叩かせていただくっていうイベントをやったんですけど、うん、それももうなんだろう、ありがたいというか、いつもフルフルと仲良くしてくださってるアーティストさんがこう駆けつけてくださって、ね、でそれの夜にフルフルワンマンライブして、ミラーバーズワンのシリーズでやって、もうそれもお客さんからもアーティストさんからもこうなんか応援されているというか、なんかそういうなんだろうね、楽屋の全体がファミリーみたいなものだ、絆的な、そうそうそう、感じるっていうそういう日だったかな。それがすごい私の中では印象的だったかなって思います。まあでもなんかフィナーレってつけてるぐらいなので、まあ、本当にそもそもツアータイトルみたいなそのつけていろいろ回るみたいなのも本当に初めてでしたし、もうなんかフルフルとして
初めてのことばっかりだった、シリーズなんですけど、でもなんかその集大成となるようなね、あのライブにする予定でございますので見どころって言うと、成長したりかな、そうだね、フルフルをその目でぜひ見てほしい。キャッチコピー。多分最初と今とじゃ結構変わったと思うんです、見せ方も演奏の部分でも、その振り幅を見据えどころと言ってもいいですか。あとは何だろうね、客観的に見るとフルフルって割と動くバンドだと思うので、一人一人の動きとかも結構見どころかなと思いますね。普段の対バンではやらないようなセクションだったりが、やっぱりワンマンライブならではのセクションが絶対に出てくるので、そういうところを見てほしいです。やっぱデュオっていう大きな箱でできる、このね、本当にフルフル史上一番大きいっていうレベルでの、あのライブハウスでのワンマンライブになるので、まあ確かにそこに向けてのそれぞれ緊張だったりとか楽しみだったりとか結構相まって、ね、いるんですけど、でもそんな中でもあのこのツアーを回ってきて成長した部分が見れるかなと思いますので、頑張ります。私たちは8月の半ばにですね、初めての音源となるバラ君のせいというシングルを、リリースして、それを掲げて、We Live As One というツアーで、ツアータイトルで回ってきたんですけれども、なんだろうね、なんか初めてでもこうやってそうだね、自主で回るっていうのは初めての試みだったので、自分たちが主役となって回る重さとかももちろんあったし、周りからのなんだろう、フルフルを押し上げてくれる対バンの力みたいなのもあったので、まあ、一つ一つがこう力がどんどん大きくなっていって、それが溜まっていったみたいな感じが私はしました。そうだな、なんだろう、8月から、このツアーを回ってきて、本当にたくさんのお客さんやスタッフさんからのありがたさをすごくすごく感じたので、12月18日のファイナルではもうそれを全部みんなに返したいです。だから最高のライブにします。そう、イモリーはどうですか。いやそれこそフルフルとした初めてのこうなんだろう、音源とあと MV も出たので、フルフルとしてやっぱ初めてのことをこうやっているっていう中で、この最後のこの日に向けてみんなでこう、それこそ彩乃ちゃんが言ったように少しずつ力をつけてじゃないですけど、今まで出会フルフルとして出会ってきた人と、あと新しくそこで出会う人とかもこういろんな人と出会って、いろんなお客さんといろんなライブハウスと出会って、なんかそう支えられてる、助けられてるっていうことも実感しつつ、本当に感謝感謝のツアーのを回ってところで回ってこれたので、それをもうそうですね、12月18日にありがとうという感謝をフルフル、ここまでみんなのおかげで成長しましたっていうのと感謝をこう見せられたらいいなっていう感じで頑張ります。っていう感じです。はい、12月18日、 We Live As One 2021フルレゾンフィナーレ、オープンが16時半、スタートが17時半でございます。ツアーを通して、成長したフルフルをどうか、その目で見てもらえたら嬉しいなと思います。ぜひご来場ください。以上フルフルでした。お待ち